次からはコラムの花道。今日はアメリカ在住の映画評論家町山智弘さんです。 TBS ラジオストリームをお送りしております。火曜日2時になりました。今日のコラムニストはサイゾーやテレビブロス、そして週刊現代などの連載でおなじみでございますね。アメリカカリフォルニア州はバークレー在住の映画評論家町山智弘さんです。町山さん、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週金曜日コラムの花道スペシャル、どうもね、朝早く起こしちゃいました。あ、いえいえ失礼しました。覚えてますか？覚えてますか？何にも分かんないです。はい、覚えてません。はい。すいませんでした。はい、あれからまた寝直したんでしょ？あ、もうそのまま寝ました。でも覚えてなくてもすごいちゃんと喋るって天才ですよ。そうしたよ。喋ってました？喋ってました。聞きますか？もう一回。本当です。大丈夫ですよ。で、ネタどうやって、何を聞かれたかよく覚えてないんですけど、ネタのあれどうやって集めてらっしゃるんですかというリスナーのね、質問に。溜まってくるんですよって言ってましたよ。俺は特に集めてねえよって言ってました。何かを勘違いしてるような、なんかちゃんと人も聞いてないですね。はい。ということで、はい、それでは今日のお題でございますが、はい、今日はね、ロサンゼルスにいるんです。今日は自宅じゃなくて。あ、はい、そうですか。はい。はい、で、明日ですね、マイケル・ムーア監督にですね、まあ、取材することになってて、それでこっち来てるんですけども、はいはいはい。まあ、マイケル・ムーア監督の新作映画、シッコっていう映画のですね、はい、取材で来てるんですが、これの、その話をしたいんですけど、シッコってなんか嫌ですね、言ってみてね。日本語でね、シッコっていうのはね、もう子供、もうシッコみたいな。ねえ、これね、シッコっていう言葉がありますよね。はいはい。病気っていうね。はい、でシッコにすると、うん、日本語で言うカタカナの病気ですね。だから、あいつ病気だよ、みたいな。うん、あー、なるほど。それって病気みたいな。山本監督がおっしゃってた、もう、ね、ほとんど病気という。そうそう、ほとんど病気とか、それがシッコなんですけど。日本語の感じ、カタカナの感じ。なるほど。ね、これが映画のタイトルなんで、非常にこれ映画会社も売りにくいと思いますけどね。あー、そうかそうか。はい。英語でサイコーっていうのもありますよね。そうなんですよ。あれは、まあ、放送できないようなものですけどね。あ、感じになるんですよね。まあ、精神疾患のような感じの続報ですかね。はい。それでね、この映画は、アメリカの医療保険制度についてのドキュメンタリーなんですけども、はい。はい。僕、マイケル・ムーアにですね、2002年かな、うん、ボーリング・フォー・コロンバインという彼が、なんていうか、アメリカにおける銃のですね、問題を取り上げたドキュメンタリーの、作った時に僕会いに行って、でですね、はい、おっしゃってましたね。はい、はい、でその時にその実はHBO っていうケーブルテレビ局で連続テレビドキュメンタリーシリーズで、はい、シッコっていうその医療保険制度の、番組を作るんだよって言ってたんですよ。ほう。でもその後イラク戦争にアメリカが突入しちゃったんで、うん、それどころじゃなくなっちゃって、そのまあ、ブッシュをですね、うん、再選させないためにですね、歌手911っていう映画を作ったりしてですね、うんうんうん、この執行の制作ずっと伸びてたんですね。そういうことか。はい、うんうん。で、やっとっていうか約束を果たす形でですね、とうとうやっとできたんですけども、5年ぐらいかかってるんですけども、うん、はい。で、これはもう5年どころじゃなくて、だいぶ以前から問題になってたことで、誰かが作らなきゃならなかった映画なんですけどもね。確かにね、アメリカの医療保険は本当にね、遅れてるというのもずっと言われてて、でもそれって、はい、こういう日本でもそうですけど、医療保険とか年金とかっていうのを、そういった一つのアートとかね、映画で出すの、難しいですよね、はい。そうなんですが、まあ、ちょっとね、見てみると、実際にその医療保険制度の被害者になってる人たちをボンボン会ってってですね、はい、取材していくっていう形式のドキュメンタリーなんですね。はいはい。で、前半がそれで、後半がですね、じゃあ海外はどうなってるのかと、アメリカ以外の国はどうなってるかって、うん、カナダとかフランスとかイギリスとかですね、うん、いろんな国に行って、そっちは医療保険はあるわけですよね、はい、要するに日本と同じで国民健康保険があって、それではどういうふうになってるのかって、うん、アメリカ人たちはもうずっと長い間、うん、っていうか今まで一度もですね、うん、国民健康保険がなかったから、うんうんうん、それがある国っていうのは想像できないんですよ。なるほどね。もう、アメリカとにかく金がない人はもう病気になったら死ねっていうものが当たり前だと思ってるから、それは
異常なんですよと、うん、先進国の中でっていうか、まあ、いわゆる西側諸国と言われているものの中でですね、国民健康保険がないのはアメリカだけなんですよ、うんうん、そうですね。でもそれは当たり前だと思ってるけど、とんでもないよってことを見せるためのアメリカ人のために作られた映画なんですね、これは。あ、なるほど。もうちょっとアメリカのこと知れと、お前ら。そうですね、アメリカ自身がずっとそれに慣れてるから、うん、自分たちがいかに異常な国に住んでるかわからないだろうという映画になってるんで、うん、まあ、例えばアメリカ その医療制度のですね、質っていうのを WHO、 世界の保健機構がですね、うん、なんていうか、まあ、評価したんですね、段階評価をね。ほうほうほう。でしたアメリカの医療制度って36位かなんかで、スロバキアだかスロベニアか、スロベニアと同じなぐらいなんですよ。すごいですね。もう要するに第三世界、発展途上国並みなんですね、アメリカの医療制度っていうのは。ところがもう、その一方で、非常にその優秀なですね、うん、手術とかの医療技術もあると。うん、非常にそのなんとかはっきり言って貧富の差が激しすぎるんですよ。うん、それは医療制度についての調査ですか、医療保険制度ですか。医療保険制度についての調査です、WHO は。ね、はいはいはい、ただ医療制度と医療保険制度、あれなんですけど、同じなんですけども、うん、医療制度の中に医療保険制度が含まれますからね、うんうん、それで、ただ医療技術はアメリカ世界一ですからね。医療技術はもう当然ね、うん、そうでしょう、うんうん。だから貧富の差はすごいわけですよ、うんうんうん。金があればすごい医療を受けられるけれども、うん、金のない人はもう死ねっていう世界になって、うん、で実際に3億人いる人口の中のですね、うん、5000万人以上が保険に入れないんですね。あ、はい、うん、これどうしてかというと、民間保険しかないから、ね、めちゃくちゃ高くてですね、大体1人平均35万円以上年間払わなきゃいけないんですよ。でこれでもアメリカって、ほら前も言いましたけども、大体年収200万以下の人がゾロゾロいる国ですから、35万円年に払わされると、これもう食えないんですよね。食えないですね。これ生活できなくなっちゃうんですよ、うん。だから払わないって決めてる人がもういっぱいいてですね、うん、でまずその人たちの話から始まるんですけど、執行って映画は、うん、まあ、働いてる人がノコギリでですね、指を切っちゃってですね、中指と薬指は全部いっちゃうんですけども、うん、でそれ中指つけてくれって言ったら、保険なしだと600万円かかるよって言われたんですって。へえ。で薬指は120万円でいいよって言われたんだって。で奥さんと相談して、お前との大事なその結婚指輪がついてる薬指の方を取るよって言って、うん、薬指だけ直して、今中指ないままの人が出てくるんですね。また洒落たこと言って、なんか泣かせますね、その人も。泣かせるんですけどね。はい。でもまあ、この人は指だからまだいいんでね、他の人たちはガンとかになって、もうバンバン死んじゃうんですよ、アメリカ人は。はい。で、ところは、この映画はですね、そういった保険のないアメリカ人5000万人についての映画ではないんですね。あ、違うんですか。違うんですよ。うん、これは人口の中の一番最も多い割合を占めている、うん、保険に入っていて、HMO っていう保険に入っている、うん、まあ、アメリカ人の最大多数の中産階級の人たちの物語なんですよ。保険に入っている人でも何か問題があるということを何か言いたいわけですか。いや、保険に入ってるんですけれども、問題があるっていうのはね、その HMO っていう保険がですね、うん、問題なんですよ、うん。この HMO っていうのはですね、マネージドケアっていうですね、うん、特殊な保険の形態を取ってまして、はい、具体的にはですね、保険会社が医者とか病院を完全に管理するんですね。ほう。はい。で、これは例えば、こういう心臓の病気があるんだけど、こういう手術をすれば治るって言われたんですけど、みたいなことを、うん、医者に言うとですね、うん、医者の方が保険会社に聞いてみるよと、その手術していいかどうかって、うん、でも保険会社がダメだって言ってるから手術できませんっていうことが起こるんですよ、アメリカで。でこれがほとんどの保険加入者が入ってる HMO なんですね、うん、でただ安いんで、うん、みんな入るんですよ、それが一番安いんで。あ、で僕も入ってたんですけども、はあはあ、やっぱ安かったんですけども。あ、そうですか。ものすごくね、なんて厳しいんですよ。治療を受けてから、うん、その治療は不適切だったからうちは払いませんとか、バンバンこう、支払い拒否をしてくるんですね、保険会社の方が。つまりその病院はですね、それなりにその、はい、その医療レベルはアメリカは、まあね、世界レベルとトップレベルなわけだから、はい、そのやることは例えば緊急事態の場合にはやると。ところが金は出てこないと、はい、保険から緊急事態の場合。そうなんですよ、うん、だから緊急事態の場合ってのは判断できないじゃないですか。そうね、そんなのね。でしょ、うん、例えば救急車に乗るわけですよね、うん、でアメリカの救急車って全て民間ですから、
民間の救急会社が来てですね、うん、病院に連れていくわけですよ、うん、でその後保険会社の人にその救急車の費用を請求されたから、うん、保険会社に払ってくれって言うと、あなたその救急車に乗るときにうちの保険会社に電話していい乗っていいかどうか聞かなかったでしょと、うん、だからその救急車のお金は払えませんって言うんですよ向こうは大変だなでもこれ人車に跳ねられたりしてる状態で救急車に乗るかどうか保険会社に一時聞くわけないじゃないですか。そうね。でもなんかね、僕が見たのはギャグで救急車に乗るときにもうほとんど、はい、死にかけてるのに、はい、これどうする、保険でやる、どうすんのどうすんのみたいななんかこと聞かれてるのがありましたよね。僕車で突っ込んでですね、コロラドに行ったときに、うん、目の前に飛び出してきてバカの車に突っ込んだんですけども、うん、で救急車に乗せられて、であなたはその脳とかに障害があるかもしれないからその検査を受けた方がいいよって言われたんですよ、うん、救急車の人に、はい、で言われた通りにして受けたんですけども、その後保険会社払いませんでしたよ。それは必要なかった。町山さんもこの HMO 健康維持法人というのに入ってたんですね。入ってたんですよ最初は、はいはいはい、あまりにもひどいんで、うん、で他の会社に変わろうとした時あるんですね、はい、その時の同じ HMO なんですけど、もっと安い、カイザーっていうところに入ろうとしたんですよ僕は。あ、カイザー聞いたことあります。でその時に入ろうとしたら入れてくれなかったんですね。どうして？で昔喘息があったってことを正直に書いたら、うん、入れてくれないんですよ。はあ。昔要するに心臓病があったとか、うん、なんか何か病気があったとか、家族にがんの人がいるっていうのを、うん、チェックさせると、うん、で保険会社の方がじゃああなたは入れませんは勝手に拒否するんですけど、民間だからその入る人を選ぶのは自由なんですよ。まあそうですよね、商売が成り立てばいいわけだから。そうなんです、だから病気も持ってる人とかは入れないんですよ、うん、保険に。それがこれキャッチ22って言うんですけども。そうだ、ジレンマですよね。はい、病気をしてる人とか病気がちの人は健康保険に入れないんです、うん、アメリカは。うーん、それは医療保険会社は民間だから自由にそれを決められるんですよ。ひどいです。これマイケル・ムーアはやっぱそのじゃあ何ですか、 HMO に入ってるような人がこんなことになし打ちになってるよみたいなことをどんどん描いていくわけですか、はい、どんどん描いていくんです。例えば骨髄手術をしなければ死んでしまうって言われた、うん、人がいてですね、でも旦那さんなんですけど、それでしようとしたら、これは要するに、この手術をして助かるかどうかの確率は、うん、その50-50だよっていうふうに言われたんですね、うん、そしたら保険会社が、それは実験的行為だから、保険は支払われないって言ってきたんですよ。実験的って何が実験的だ、その治療行為が。治療行為において、確率が低いものは、すべて実験的行為として保険の対象にならないんですよ、HMO では。すげえ。となるとですよ、例えば、はい、外科手術でも、新しい例えばバイパスの技術が開発されて、はい、これを使う、使わない、どっかでやんなきゃいけませんよね。はい、そうです。医者にとっては、それはまあ一番治療のフロンティアなんだけど、はい、それは全部実験的行為になっちゃうね。そうです、HMO では全部それは受けられないんですよ。すげえなぁ。これがね、そうか、HMOはそれを拒否するんだ、はい、ただ他の保険形態はそれを OK するような保険もあるわけですか。あります、 PPO とかね、うん、少し緩いやつがあるんですけど、そうすると保険料が急にバーンと高くなっちゃうんだ、だそれは年間40万円とかになっちゃうんですよ。金持ちはそういうのに入ってるってことですか。そうなんですよ。なるほど、ね、はい、でね、この中でやっぱりこの執行っていうこの映画の中ですごいのは、うん、その HMO の中で働いた人たちはどんどん内部告発するんですね。ほうほうほう。でもってまずなんていうか医療支払いをしたくないですね、 HMO の方は。あ、もうもうでしたくないからどういうふうにするかというと、2つの方法があってですね、うん、1つは医者の方に治療拒否をした場合にお金をたくさんあげるっていうシステムがあるんですよ。あ、インセンティブマネーみたいなもんだな。そうなんですね。医者は治療しなければしないほど HMO からお金がもらえるケースになってるんです。これなんかボロ儲けじゃないですか。治療もしないし、だから何もしない人ほどいいんですよ。あなたは治療したくないよってどんどん蹴っていくとお金がどんどんもらえるんですよ。ただそれですごくお金をもらって、うん、要するにあるがんの手術を拒否した医者っていうのが、うん、もうとうとう自分の両親の呵責に耐えられなくて、うん、議会の公聴会で全部暴露するっていう、うん、映像も出てきます。なるほど、ね、もう私はその時にすごいお金をもらいましたと、うん、HMO から保険会社から。なるほど。でもあの人は死にましたと、私はその後ずっと苦しんで、うん、医者として失格だと思ったんでここで全部暴露しますってぶちまけたんですよ。それは結構有名なニュースなんですけども、うん、それとか逆にですね、すでに手術とか終わった後にその人が保険に入会するときに、加入するときに嘘の、要するになんかデータを入れてなかったかどうかっていうのをチェックする探偵が出てくるんですね。探偵。つまり、要するに、例えば僕は喘息だから蹴られたんですけども、はい、喘息だったことを隠してたらもうその保険の支払いがなくなるんですよ。ははー。それとか自分の親戚に癌がいるっていうのを隠してたら
入れなくなっちゃうんですけども、支払いも後から拒否されるんですね。なるほど。で、これは本人が知らなくてもなるんですよ。へぇ、全部調べるんですよ、その本人の親戚とか。そういうことにはなんか周到に努力してるよね。すごいんですよ。だってその医療自体と関係のない、要するに病歴を隠していても支払い拒否なんですよ。なぁ。契約違反だからっつって。すごいな。ちょっと町山さん、それでね、この映画では、例の 9-11 のテロの時の、はい、その、いわゆる英雄の救急士さんたちを、はい、キューバに連れていくっていうところは出てくるんですか？これはね、世界貿易センタービルの残骸からですね、生存者やその遺骸をですね、遺体をその、探し出す作業に参加した人たちっていうのは、正規の救急隊員や警察官だけじゃなくてですね、かなりその人たち死にましたんで、ボランティアの人がみんな参加したんですよね。ああ、そうですね。そのボランティアの人たちは一切その保証が支払われてないんですよ。はあ。で、みんな大量に粉塵を吸い込んでですね、呼吸器系統に障害を持ってるんですけれども、そうですね、ボランティアで自分で来たいから来たんだろうってことでもって、お金全然支払われてないんですよ。で、マイケル・ムーアがその人たちをですね、連れてですね、キューバに行って、キューバは、いわゆる社会主義国ですから、治療を受けるっていう場面があるんですけども、その際にキューバに行くときにフロリダからですね、モーターボートに乗っていくんですよ。これ密出入国やってるんですね、マイケル・ムーア。そうですね、そうですね。はい。で、キューバは一応、なんていうか、社会主義国だってことでもって、アメリカは経済封鎖をしてるから、これ、法律違反になるんですね、キューバに渡るってこと自体が。はい。で、その、ブッシュ政権側は、このフィルムを差し押さえるぞっていうふうなことで、脅してたんですけれども、はい。結局やんなかったですけどね。あ、差し押さえしなかったんだ。しなかったですけどね。はい。だから、その辺が非常に問題を呼んでるのは、結局、なぜアメリカに国民健康保険がないかっていう問題になるんですけども、そうですよね、これはレーガン、ニクソン、レーガンの頃からずっとですね、国民健康保険をすると、共産主義になっちゃうぞってずっと言ってきたんですね、共和党が。特にレーガンは、すべて民営化するんだと、はい、政府はもう全部の機能を徹底的に民営化するんだってことを推し進めてきたんで、で、国民健康保険なんて持ってのほかだと。いうことで、もしそれをやったら、もうアメリカ赤になっちゃうぞというようなことを脅し続けてきたんですけども、それでキューバに行って、そういうこと、治療を受けるっていうのは、まさにマイケル・ムーアが、じゃあ共産主義の方がいいじゃないかと言ってるんじゃないかっていうことになっちゃうんですよね。なっちゃいますね。だその辺がね、マイケル・ムーア下手だなと僕は思ったんですけども、あ、なるほど。むしろそうじゃなくて、日本とか、フランスとか、イギリスとか、要するにアメリカ以外の国は全部国民健康保険あるんであって、国民健康保険は別に共産主義と関係ないよって言えばよかったんですよ。言えばね、なるほど、なるほど。ね、それなのにキューバ出しちゃうから、すごくなんか、じゃあやっぱ赤の言うことだから信用ならねえみたいなことになっちゃうから、ちょっとね、下手なことやってんなと思いましたけどね。なるほど、なるほど。はい、全般としてこの映画ご覧になってどうですか？いや、この映画を見て、非常に、ね、思ったのはですね、やっぱアメリカっていうのは本当に、なんていうか、世界的に孤立したものになっちゃってるなと思いましたね。もうこれだって、国民健康保険が共産主義だなんて言ってる国なんてないですよ。ちょっとなんかね、冷戦時代のなんか異物で動いてるような感じがしますよね。本当に未だにそう動いてるんですよ。ヒラリーさんがですね、クリントン大統領時代にですね、国民健康保険制度をなんか通そうとしたら、ものすごい攻撃でですね、あいつは赤だっつって潰されたんですけどね。そうですね。この辺がちょっと恐ろしいのはね、その後ヒラリーさんがものすごい大量に保険会社から、政治献金を受けてるんですね。それが描かれるんですよ。なるほど。で、それはどうしてかというと、もし国民健康保険制度が、要するに、実現されたら、それをコントロールするのは現在の健康保険会社だっていう、説があるわけですね、はあはあ、今からお金を積んでおけば、そうなった時に何かやっぱり仕事ができると思ってるんですよ、保険会社の方は。だからそういった制度、法案の中で、うちのやっぱり利権が生かしてもらえたらというね。生かすためなんですよ。で、保険会社の利権というのは、最も莫大でですね、アメリカのその、はあ、あらゆるロビーの中でですね、でもう政府の関係者とか、どんどん保険会社に天下りしてるんですよね。町山さん、その話になると、ちょっともう一回またできますので、時間が来てしまいました。とにかく言いたいのはね、何でもかんでも民営化すればいいってもんじゃないわけですよ。なるほど。人の命を預かってるところまで民営化したら、もう本当におしまいだと、本当にアメリカの悪いところもなんか見習ってもしょうがないぞ、日本っていうことですね。はい、どうもありがとうございました。はい、来週はですね、日本に帰ってこられるということで、ぜひスタジオでお待ちしております。はい。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。コラムの花道、今日はロサンゼルスから映画評論家、町山智弘さんでした。明日は戦うコラムニスト、勝谷雅彦さんです。
よー。